何ですか。泣いてるじゃん。なんで泣いてるの。泣いてない。まず30分30ぐらい走る。 Oh my god。 Oh my god。 30分ですよもう。はい、30分でもういなくなっちゃう。はい、やばいな。悲しいな。俺らも悲しいけどさ、タイの家族はもっと悲しいんじゃないですか。悲しいです、ね、お母さん。ちょっとまだでも、いまいち実感が分かる。実感がない。はい、お母さんに毎日電話するって言った。電話してください、毎日。お願いします。じゃないと日本語を教えちゃう。俺らにもしてくれていいよ。ドキドキ。はい、日本語の勉強って。タイナちゃんね、来てやっちゃった。二人の会話聞きたいわ。全然話さない。マジで話さないから二人。俺と三人でいてもね、こうだから。ここがね、話が合わないんですって。性格が違うんだよね。パパ来た。あ、そう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 。あ、かっこいいな、俺が。パパ来た。おじいちゃん。おじいちゃん。不審者みたいだけど大丈夫。おじいちゃんちょっと怪しいんですけど。どうしたんですか。あの、え、絵をあの描いている途中なんだけど、なんかそれがこれでこういう感じでいいかなんかダメなのかがっまずあのどういう何の絵ですか。あれか、絵が頼んでたやつか。そう。でまず何の絵ですか。え、あの海さんの目を描いたんですけど。海の絵。海の目。はい、でまだ途中なんだけど。なんかこういう感じで、うん、あ、すげえ。どう？へえ。ぽい。これ何で描いてるんですか。油彩で描いてて。すげえ。事務所に飾るよう。楽しみですね。片目だけ。片目だけなの。片目の方がそう。アーティストですか。アーティストですからね。お父さん心配じゃないですか。あと1週間後僕も行くんですよ。向こう。あ、そっか。そう。そうだそうだ。なんか一番不安してない人は僕ですよ。間違いない。そう。そうだ。一番寂しくない人いましたか。そう。そう。でも一瞬ですよ。そう。そう。でまあ2週間行ってで彼女がまあ不要まで連れてきてでまあトロントのまあ簡単な紹介してから戻ってくる。ああ、そういうことですね。だからまあその時に多分ね日本に戻る時に。寂したり。ああ、そっかそっかそっか。今は全然まあ先に行ってとか。そう。本当はあのラスベガスから帰ってきてその3週間後とかに行く予定だったんですけど、ね、延長してくれたんでね。うん、皆さんともっと時間過ごせるように、うん、あの2ヶ月遅れました。ねね、本当だよね。そうだよね。またすぐ行く予定だったもんね。はい。楽しかったから。楽しかった。俺らも楽しかったよね。めちゃめちゃ。はい、寂しくなるな、マジで。本当に寂しくなるな。なんか本当にね、もう、さっきも言いましたけど、なんかもう家族みたいなね、もう感じなんで。もう妹みたいな。なんか、遠くに行っちゃうのがね、寂しいです、本当に。泣かないって言ってたの。心配だけど、頑張ってきて。はい、頑張ります。来年は休み、夏休みに遊びに帰ってきてね。はい。4ヶ月だな。4ヶ月だな。まだ引き返せるよ。まだ間に合う。まだ間に合う。まだ間に合うぞ、さあ。もうでも荷物あれしちゃったか、チェックインしたか。荷物だけ行けばいい。荷物だけ、トロントに。俺らもね、多分アメリカに行くから絶対来年。その時はね、ちょっとカナダにも寄ったりね、しようかなと思う。ああ、確かに。近いので。近い。4時間かかんないぐらい。車で。車。もうジミー。はい。車でもいいですか。車で行けるのか。すごいと思います。1週間ぐらい。そんな遠い。じゃあ無理。反対側の上だから。じゃあ無理だ。1年後だね。はい。1年後。頑張って、勉強も頑張ってね。はい。遊びはほどほどに。はい。なんか
時々入れましたよね。はい。あとは動画も撮ってもらいたいね。じゃあ最後再チャンネルを。いいですね。で送ってもらいたいな。そうしますよ。それぞれのなんか今まで、まあ、なんとか4月から5月から今までのなんかいい思い出のエピソードあった？聞きたいな。それさ、今まで一回も聞いたことない。そういうのさ、プライベートで言うことでしょ。難しいよね。お母さんに言うのもですか？お母さんに。泣きそう。一番大好きなお母さんに。あやちゃん、あやちゃん、まだまだ頑張ってないから。そうだよ、あやちゃんね、ちょっとあの勉強サボってるみたいだからね。ちゃんと言ってあげてください、ね、言ってよ、俺さっきさやも時々電話してちゃんと勉強してるかっていう連絡してあげて。はい、あやちゃん勉強してる。あれもいろいろ頑張ってっていう感じ。何時間彼女？12時間半で乗り換えが3時間で2時間全部で18時間です。うわうわ、大変だね。きついです。着いたら連絡してね。はい、連絡します。でも時間があれじゃないですか、夜中。大丈夫。朝起きたら寝る。言い残したことはない。俺たちがあの、はい、彼女が、はい、なんていうの、ラスベガス行く前に、はい、もう前にも伝われたけど、あの子供だったんですよね、はい、あなたたちのおかげで大人になってるので本当にありがとう、サンドこちらこそありがとうございます。本当にありがとう、こちらこそです、本当に、うん、めちゃくちゃ助けられたので、いろいろ経験させてなんかすごい成長したんですよね、うん、ありがとう、本当に、うん、本当にありがとうございます。助けられてましたからね。そうなんです。大人になったね、はい、ビールも飲めるようになっちゃって、はい、全部それ返そうなって。でもやっぱりラスベガスに行った経験があるんで、なんか今回送り出す時もちょっと、うんうん、あの心構えが違うっていうか、一人でも大丈夫だなっていうのが、はい、あります。そうなんだね、さえしっかりしてるから本当にね、うん、俺らが頼ってたぐらいあのしっかりしてるんで、めちゃめちゃしっかりしてるんで、まあ、そういう意味ではね本当に安心できますけどね。そうですね、うん。